なたの心にイルハート。というわけでコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のイルハートだよ。なんとなんと、スポンサーはチューブラリンだけど無事に2回目を行うことができました。あれから偉い人たちと揉めた結果、イルハート10個の目標を立てることで活動を許してもらったんだ。この目標をこなして一流の公式バーチャル YouTuber になれるように頑張ります。早速どんな内容か1番から9番までをバーッと見ていきましょう。どれも大変そうな目標ばっかりだけど、すっごい夢があって楽しそう。でもなんかパクリっぽいのもない？3番とか8番とか、これ大丈夫？あ、でもイルハート歌うの大好きだから、9番の歌手デビューでライブイベントはすっごいやりたい。それに2番もね、ちゃんと共演とかまさに夢だよね。4番、ダンスが上手くなること、難しいかな。7番、自分のゲームを作りたい。ゲームか、なんか自分が出てるゲームを自分で攻略したい。はい、でこの5番のお友達100万人は、このさ、お友達ってどういう基準なんだろうね。ひとまずチャンネル登録者数、確かにかぐやるなちゃんもそう言ってるよね。でもそんなにたくさんお友達作れたら、なんかファン感謝祭とかできたらいいよね。6番、他のバーチャル YouTuber さんとか、イルハートはね、シロさん、もう天使。最近春服に衣装をチェンジしてたんだけど、もうなんかふわっふわで超可愛いの。もうほんと豆腐になりたい。あー、でも先輩たちはもちろん、最近ほんとに可愛くて面白い人ばっかりで、イルハートみんなと仲良くなってみたい。で、この隠れてる10個目は何なんだろう。これを全て終えてコンパイルハート公式になるっていうことなんだね。はい、でもここまで来たら別にもう独立できそうだよね。大好き。というわけで、この10個の目標を1つずつ叶えていくために頑張っていくよ。みんなももし応援してくれるなら、よかったらチャンネル登録お願いします。お、間の意味不明な大好きって何なんですか？反応良かったんですか？ああ、それで私一つすごい大好きポーズを考えてきたんですよ。これ多分楽屋裏で使えばみんな可愛いって言ってくれそうなんですよね。いきますよ。せーの、大好き。